どうも、ねずっちです。昨日はね、うちのお嫁と一緒に居酒屋飲み行きましてね、初めて行ったお店だったですけどね、で、メガハイボールがあったんで、僕それを注文しましてね、で、嫁は普通のハイボールこう飲んでて、なんで普通なのってこう聞いたらね、か弱いから、女子だから、メガは重たいのジョッキがってこう言ってたんですけどね、しばらく経ったらね、何度も注文するのめんどくせえなっつってね、結局メガハイボール飲み始めましてね、ジョッキ重いんじゃないのって聞いたらね、飲めばすぐ軽くなんだろうって言ってましたけどね、でね、そこのお店が全部タッチパネルで注文するんですよ。で、注文をすると濃いめ普通っていうのがこう出てきましてね、どっちか選べるんですけどね、うちの嫁はそれを見てね、こんなの、ね、濃いめ一択に決まってんじゃんな、どういう質問だよってこう言ってましてね、いや普通を選ぶ人も結構いると思うよって言ったら、氷が溶けたら普通になんだろうって言ってましてね、ものすごい酒飲みだなと思いましてね、我が家はこんな感じでいつも飲んでんのかと聞かれたらこう答えますね。ウイスキーだけに日課になってるって。ねずっちです。ではまた。